白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は専門は特殊というテーマのお話を聞いていただければと思います。今回は早速ですね、具体的な例からですね、考えてみたいと思います。例えばですね、将棋というゲームがありますよね。将棋とか囲碁とかっていうのの将棋というゲームがあります。でそうした時に、じゃあ将棋をやれば論理的思考力が身につく、だから将棋をやった方がいいというような、そういった文章があったとして、この論理っていうのは、どれぐらい妥当なのかというのをですね、ちょっとこう考えてみたいと思います。将棋をやれば論理的思考力が身につく、だから将棋をやった方がいいという、そういう、文章があったとして、その文章はどれぐらいですね、論理的なのか、合理的なのかという、ことなんですけれども、結論ほとんど関係がないということです。要するに将棋をやったからといって論理的思考力が鍛えられるわけでもないし、逆に論理的思考力は将棋をやらなければ鍛えられないわけでもないということです。あんまり関係がないと、全くゼロとは言わないですけど、ほとんど関係がないということですね。で、なんでかっていうと、専門は特殊だからということです。つまり将棋というゲームで鍛えることができる唯一のことっていうのは、将棋というゲームに強くなるっていう力なんですよ。それ以上でもそれ以下でもないということですね。将棋をやればやるだけ確実に力が上がることがあるとするならば、それは将棋が強くなるっていう、将棋というゲームに対して強くなるということであって、必ずしもその論理的思考力というね、こう抽象度の高いものが鍛えられているわけではないということです。なぜかっていうと、じゃあ将棋の棋士の方々の一生というのを見ていったときに、ほぼですね、9割以上、もう9割9分以上の棋士は一生、プロ棋士としてですね、要するに将棋という世界で生きていっているんですよ。なんか将棋のプロ棋士だったんだけど、途中で囲碁のプロ棋士に変わったとか、チェスのプロに変わったとか、もしくは麻雀のプロに変わったとかないんですよね、基本的には。もちろん将棋の棋士で趣味として囲碁をやっている棋士とか、趣味として麻雀をやっている棋士とかっていうのはいますけれども、しかし将棋の棋士は基本的にその生活の中心、生計の手段としては将棋という分野で一生生きていくんですね。でもし将棋というゲームがですねをやれば、論理的思考力という抽象度の高いものが鍛えられるというのであれば、将棋の第一人者が囲碁の第一人者になるってこともあり得るかもしれないんですけど、実際はないんですね。将棋の第一人者は将棋の第一人者であり、囲碁の第一人者は囲碁の第一人者なんですよ。麻雀の第一人者は麻雀の第一人者なんですね。だから基本的には関係がないということです。ましてその将棋と囲碁ってかなり、その見た目似てるように見えるんですけれども、実際将棋の専門技能っていうのは将棋のための専門技能であって、必ずしも囲碁のための専門技能じゃないわけですよね。だから将棋の棋士で一番強い人たちっていうのは、やっぱり本業である将棋に対して一番多くの時間を投資しているということなんですよね。いや、将棋のためにね、ちょっとこうね、囲碁も勉強した方がいいかなとか、将棋のためにやっぱり麻雀も勉強した方がいいかなっていう棋士よりも、将棋の棋士だからこそ将棋に一番多くの時間を投資している棋士っていうのがやっぱり一番強いわけです。そして将棋の技能で一番強いっていうことは、必ずしも他の分野に応用が効くっていうわけでもないということですよね。だから将棋の棋士だから、じゃあ逆にね、ビジネスをやったら成功するのかって言ったら、はっきり言って全く関係がないっていうことですよね。基本的に将棋の専門技能っていうのは将棋のための専門技能であって、ビジネスのための専門技能じゃないということですよね。だからビジネス的な論理的思考力っていうのは別に全く、関係がないということです。将棋をやり続けていたらビジネスの論理的思考力が鍛えられるわけではないということですよね。もしくは投資だったとしても同じですけれども、将棋をやり続けていたら、じゃあ、投資がどんどん上手になるか、例えば株式投資だとか不動産投資だとか、そういったのが上手になるかって言ったら、はっきり言って関係が
がないわけですよ、ね、将棋の棋士だから、ね、逆にそのビジネスをやって大成功したとか、将棋をやっていたから、ね、逆に投資で大成功したとか、そういったのは基本関係がないということです。ビジネスで成功したいんだったらやっぱりビジネスの専門家になる必要があるし、投資で成功したいんだったらやっぱり投資の専門家になる必要があって、将棋をずっとやり続けていたその延長にビジネスの専門家とか投資の延長、専門家っていうのはないということですね。でそれが専門は特殊であるということです。でそうした時にじゃあまあ具体的にですね、まあ、どういったことを気をつけていく必要があるかということなんですけれども、まずですねその世間一般の目ですね、世間一般の目から考えていった時に、世間一般の人たちっていうのはですね、何か一つの分野を極めた専門家、まあ、例えば有名人とか専門家はですね、何かこうスーパーマンとかスーパーウーマンであるように見えるんですね、まあ、見る傾向があります、ね、何か一つの分野で、まあ、例えば1位になったとか第一人者になったと、そしたらその人は、ね、この、ね、すごい結果を出した人だから、きっとなスーパーマンみたいに他のことをやってもすごく、すごいんだろうとか、っていうふうに、まあ、見る傾向っていうのがあるんですけど、実際現実的には関係がないっていうことですね、うん、基本的に専門家、本当にその人が専門家であれば他のことはほとんどできないっていう方が確率は高いです、うん、一つの分野ですっごい結果を出していてすごい実績があるから、じゃあこんなにすごい人だったらきっと他のことをやってもね、うまくいくんだろうとか成功するんだろうっていうふうに一見見えるんですけれども、それは単に見えるっていうかイメージだけの話で、実際、その人が本当の専門家だった場合はその専門分野以外はほとんどできない、何もできない可能性の方が高いということですよね、まあ、だから世間一般はまあね、幻想を見てるっていうかイメージで なんか捉えているというところがあります、まあ、それが一つ気をつけないといけないということですよね。なんでかっていうと、そういう人はなんで専門分野を極めることができたかっていうのを考えればすぐ分かるんですけど、専門分野を極めることができた専門家っていうのは他のことに対して興味関心がないんですね。だから、ね、他のことに対して興味関心がない、だからその自分の専門分野にたくさんの時間を投資してるわけですよ。だから専門分野を極められてるわけですね。だから他のことに興味関心がないので、だから他のことっていうのはほとんどできないんですよ、まあ、上手にできないんですね、うん、だからそのすごくこう欠点が多いっていうか、できないことが多いっていうか、穴が多いんですね専門家っていうのは。他のことに興味関心がない、だから専門分野に自分の持ってる時間っていうのをすごく集中させている、だから専門分野は極められてるんですね。だけど世間一般の目は、何かすごい、ね、ある一つの分野ですごい結果を出した人っていうのは他の分野でもきっとすごく高い能力を持ってるんだろうっていうふうに、まあ、幻想を見る傾向があるんですけど、それは まさにイメージだけであるっていうのがまず一つ気をつけるところということです。それからもし自分が何かね専門分野があって専門家に近い立場にあると、今自分は何かこれが専門分野ですということで専門家であるといった時はですね、今の逆ということになるんですけど、逆に言えばその自分ができるのはその専門分野だけであるっていうのをちゃんと、まあ、覚えておくっていうか自覚しておくってことが大事なんですね。なんか自分が例えば専門分野を持ってますと、で専門分野である一定の結果を出すことができた、実績を積むことができた、そしたら自分はこの分野で成功することができたとか実績を積むことができたから他の分野をやってもきっとうまくいくんだろうっていうのは、これはまた幻想だっていうことなんですよ、うん、それはね、はっきり言ってもう一番こう、典型的な失敗のパターンということですね、うん、あくまでもその人はその分野で、まあ、結局才能があった、そしてその分野に、まあ、自分の時間っていうのをたくさん投資してきたからうまくいったのであって、だからって言ってそれは能力の問題っていうよりは、ね、まあ、はっきり言ったらその才能があったんですよね。だからその能力っていうのは万能の能力じゃないんですよ。すごく特殊なの才能なんですね。だから自分はこの分野で成功できたとか、この分野で結果を出せたとか、この分野で実績がある、だから他のものに挑戦してもやっぱりうまくいくだろうとか成功できるだろうっていうのは、これはもう完全に傲慢と
ということになります。そんなことはないです、うん、だからその人がやっぱりね、うまくいかなくなる場合っていうのは専門以外のものを、まあ、広く浅く、やり始めた時っていうのは、まあ、うまくいかなくなるんですよね。こう、まあ、転落していってしまうということになるわけです。やっぱり一番はやっぱ専門を守り通して専門で勝負し続けるっていうのが一番ですね、まあ、長くこう成功し続けることができるということですよね。だから自分の専門分野に対しては圧倒的な自信を持つっていうことがすごく大事なんですよ、うん、それこそこう自分のセルフイメージを高くして自分はこの分野に関しては明らかに自信があると、知識技能経験、まあ、実績結果を出してきているということで、まあ、セルフイメージ高く、まあ、自信を持っていいんですね、うん、リーダーシップ発揮していいんですよ。ただ自分が専門家であればあるほど他のことはできないはずなんですね、実際は、うん、他のことに興味関心がないから専門分野にそれだけ時間を投資してきたわけなので、だから専門分野に関しては自信を持っていいんですよ。しかし専門以外であるっていうのであれば、これはもうできるだけ謙虚であるってことがすごく大事なんですね。だって実際できないわけですから、うん、だから自分の専門分野に対しては自信を持つ、だけど専門以外に対してはできるだけ謙虚っていうのがすごく大事だということですね。で、専門分野に対して自信を持ち続けるってこともすごく本当に大事でですね、まあ、例えば社会にはですね、人はどんな人からも学ぶことができるみたいな、まあ、そういう、ね、文言がある、まあ、そういう考え方がありますよね。人はどんな人からでも、ね、相手がどんな人だったとしても必ずその人から何らか学ぶことがあるっていうような、まあ、そういう考え方とかそういう、ね、まあ、文言があったりするんですよね。これ半分はイエスで半分はノーなんですよ、うん、半分はイエスで半分はノーなんですね。人は相手がどんな人だったとしても、それこそ子供だったり、ね、お年寄りだったり、ね、もしくは男性だったり女性だったりね、もしくは日本人だったりアメリカ人だったり、ですね、まあ、いろんなどんな人からも、ね、何らか学ぶことがあるというのであれば、それは半分はイエスで半分はノーなんですね。で、学ぶことができるのは自分の専門以外に関しては学ぶことができます。自分の専門以外、自分ができないことに関しては相手の方ができるというのであれば、それは学ぶことができるんですね。でも専門分野に関しては学べないんですよ。学べないんです、うん、それは100人の素人の意見、1000人の素人の意見、1万人の素人の意見よりも1人の専門家の方が圧倒的に真実に近いです。真実に近い。もちろんその専門家も生身の人間なので100点満点完全完璧ではないですけど、少なくても素人100人1000人1万人よりははるかに真実に近いところにいるんですね。だから専門家なんですよ。だから話を聞く必要ないし、聞いたらどんどんおかしくなっていきます。要するにプロが素人の意見をどんどん聞き始めていくとおかしくなっていくと、うまくいってたことがうまくいかなくなるということが起きるんですね。だから人はどんな人からも学ぶことができるっていうのは半分は本当ですけど半分は嘘なんです。自分がもし専門家であるというのであれば、専門以外は自分はできないので、だからね、それができる人からは学ぶことができるんですよ。でも専門分野であると、自分はこの道5年10年20年ずっとやってきてるということであれば、それは人の話を 聞く必要ないし、まあ、まさにこう音として聞くのはいいですけど、それをそのままね、鵜呑みにして、まあ、取り入れる必要は全くないということです。素人100人、素人1000人、素人1万人だったとしても、まあ、世の中って多数決で決まるのっていうのは、まあ、政治とかだったりしますけど、政治以外の分野っていう、まあ、例えば経済とかビジネスとか投資っていうのは別に多数決じゃないんで、そういう意味で真実に近い人の方が、まあ、より意思決定が合理的である可能性が高いんですね。だから全く聞く必要がない、まあ、音として聞こえてくるとしたとしても取り入れる必要は全くないということです。だ、専門分野に関しては圧倒的に自信を持ち続けていいし、まあ、リーダーシップを発揮し続けていいということですよね。で、専門以外に関しては別にね、まあ、専門以外のことは別にできないわけですから、まあ、それはもう謙虚にいろんな人からね、まあ、素直に自分より上手にできる人から、まあね、まあ、素直な考え方、素直な心で、まあ、学んでいけばいいということですよね。で、これが、まあね、よくある、まあ、なんか注意点としては、専門家が何か一つの分野で実績を出せました、結果を出しました、成功しました。そしたらまずその専門家がね、なんかおかしくなるんです。
ですよ。要するにこう万能感みたいなのを持ってしまうんですね。自分はこの分野で結果を出せた、この分野で成功できた、だからこうね、自分だったら他の分野でも成功できるんじゃないかっていうことで、どん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 分野を広げていっちゃうんですね、うん、だからまあそれははっきり言って本人がなんかスーパーマンとかスーパーウーマン的ななんか幻想を本人が見てるわけですよ。そしてその周りの人たち、本人以外の人たちも、いやこの人はこの分野でこんなに結果を出して実績出してるんだから、きっと他の分野もうまくいくんだろう、他の分野も成功させるんだろうって言って、その専門家をですね、まあ、結局結果を出した実績を出してる専門家を、まあ、スーパーマンとかスーパーウーマンみたいな感じで見るんですよ。で盲信しちゃうんですよね。これが悪い意味で、悪い意味での宗教っていうことになるわけです。悪い意味での宗教、宗教っていうのは基本的にはまあ心の教えっていうか、こうね、心理学的なものなので、まあ、信仰は自由なんですよね。でその人がどんな、ね、考え方、どんな、まあ、宗教とか哲学とかを、まあ、信仰する信じるのは、まあ、本当に良心の自由、精神の自由なので自由なんですけど、いわゆる、ね、悪い意味でのその組織として悪い意味での宗教っていうのは、その一人の、ね、人が何か一つの分野で結果出した時に本人が、ね、スーパーマン思考になって、自分は他のことを何でもできるみたいな万能感を持っている場合、そして周りの人たちがやっぱり同じように万能感を持って盲信している場合、こういった場合が、まあ、悪い意味での宗教ということになります。実際は違うんですね。専門家ができるのは一つだけなんですよ。他のことはできないんです。他のことに挑戦したとしてもうまくいかないはずなんですね。なんでかって言ったら、専門家が結果を出すことができたのは他のことに興味関心がなくて一つの分野に集中したからうまくいったのであって、ね、それがもう気が散っていろんなものに手を出し出したら結局、まあ、うまくいってたものもうまくいかなくなるということです。やっぱ専門家はあくまでも専門を極め続ける道を歩んだ方が一番な、大きな成功をしていくことができる、成功を持続させることができるということですね。でそうした時にやっぱりこうね、日本の教育っていうのはこの専門家を育てるっていう、まあね、視点っていうのがすごくやっぱり薄いんですね。すごく薄いんですよ。まあ一番わかりやすい典型的なのはやっぱり学校教育だと思うんですね。まあ例えば小学校なら小学校っていうのを一つの例として取り上げた時に、小学校ってまあいろんなことを子どもたちに一通りやらせますよね。例えば国語とか社会とか算数とか理科とかね、まあ今小学校のうちから英語とかも、教科として入ってきていたりしますよね。もしくは音楽とか体育とか、まあ、そういったいろんなものを一通りやらせるじゃないですか。でもちろんやらなければ何に才能があるのか分かんないんで、やらせてみることには意味があると思うんですね、うん、やってないとさすがに何に才能があって何に才能がないのか分かんないんで、やらせることは一通り一回やらせてみることは意味があると思うんですね。でもね、実際やらせてみれば、ね、少なくても才能がない方は簡単に分かるわけですよ。あ、これは才能ないなということは、まあね、学校の教師なり親からすると、まあ、簡単にわかるわけですよね。はっきり言って小学生範囲で苦戦しているという時点で、もう明らかにその分野その教科には才能がないわけですよ、うん、で一番基礎的な一番簡単な小学生範囲でさえ、まあ、結局苦戦しているっていうんだったら、少なくともその子はその教科その分野に関しては才能がないわけですよね。ってなったらそれでいいんですよ。それでいいんです。なんでかって言ったら、大人になった時に本当にその人が社会に役に立つ、人の役に立って社会に価値を提供して社会に貢献するっていうのは、あくまでも専門分野で結局価値を提供して成功するわけなので、ありとあらゆる広く浅くのその知識技能で活躍するわけじゃないんですよね。だからこれは向いてないっていうのが見つかったっていうのは、むしろ前向きに解釈していいわけですよ。あ、このね、まあ小学生範囲で苦戦してるってことはね、この子はこの分野には才能がないんで、一つ才能がないものが見つかったっていうことで、肯定的にポジティブに解釈すればいいんですけど、日本の学校教育って逆なんですよね。まあ、例えば、ね、体育が得意で音楽が苦手な子がいたら、ね、体育がこんなにできるんだったら、ね、音楽も頑張ればできるようになるよとかね。ね、これ嘘なんですよ。嘘なんです。関係ないんですよ。それ将棋をやったら論理的思考力が身につくっていうぐらい関係がないんですね。関係ないんですよ。将棋をやって身につくのは将棋に強くなる力なんです。もうそれ以上でもそれ以下でもないんですよ。論理的思考力っていうのは、例えばビジネスの論理的思考力っていうんだったらビジネスをやるしかないんです。
投資の論理的思考力っていうんだったら投資をやるしかないんですよ。将棋をやってたらビジネスが上手になるわけでもないし、将棋をやってたら投資が上手になるわけでもないんです。全く関係がないんですね。同じように、ね、体育が得意な子は体育がね、体育に才能はあるかもしれないんですけど、音楽が苦手だっていうんだったら音楽には才能がないんですよ。ただ体育がこんなにできるんだったら、体育を、ね、ができるんだったら、だったら音楽もできるようになるよっていうのはこれは嘘なんです。もうその子は音楽は才能がないんで、音楽はもうはっきり言ってね、適当でいいんですよ。だってもうその子は音楽で社会に貢献することはもうないので、基本的には。ね、だから、まあ、例えば国語が得意で算数が苦手だと、ね、じゃああなたはね、国語はこんなにできるんだったら算数も頑張れば できるようになるからねっていうのは嘘なんですよ。嘘なんです。関係ないんですよ。国語が得意な子は国語の才能はあるかもしれないですけど、算数の才能はないんですね。でそれをポジティブに前向きにこうあの、ね、解釈していいんですよ。あ、この子は一つ選択肢が消せたと、ね、消すことができたっていうことで前向きに解釈していいんですね。だったらもう算数ははっきり言って適当でいいんですよ。本当に適当でいいんです。で点数も何点だったとしてもいいんですよ。どうせその子は大人になった時に算数で社会に貢献することはないの で小学生の一番簡単な一番、ね簡単に解ける算数でさえ苦戦してるっていうんだったら、その子は算数に才能ないですよね。だったら大人になった時に、ね、算数で社会に貢献することはないんですよ、うん、だったら可能性がある国語の方ばっかり頑張ればいいっていうことになるわけです。で、つまり専門は特殊だっていうことなんですね。だからその国語の勉強が算数に生きるとか、算数の勉強が国語に生きるとか、ね、体育を一生懸命やってたら音楽が伸びるとか、そんなことはないんですね。もし本当に伸ばしたいんだったら、やっぱりその分野を一生懸命やり続けるしかないんですよ、うん、だからなんかね、囲碁をやってたらね、ずっと囲碁ばっかりやり続けてたらね、将棋が強くなりましたとか、麻雀ばっかりどんどん打ってたらね、将棋が強くなりましたってことはないんですよね。もしその人が将棋が強いっていうんだったら、やっぱ将棋をやってる時間が圧倒的に長いんですよ。将棋の勉強をしたり、棋譜の研究をしたりね、もしくは AI でね、一生懸命こう、ね、過去の棋譜を分析したりとか、まあ、そういったことをとにかくやってる時間が圧倒的に長いということです。だから国語を伸ばしたいんだったら算数をやるんじゃなくて、やっぱ国語をやった方がいいわけですよ。体育伸ばしたいんだったら、やっぱりね、音楽やるんじゃなくて体育やった方がいいわけですよ。しかも体育って言ったとしても、野球で1位になったからバスケでも1位になれるってわけじゃないですよね。関係がないわけですよ。野球の専門技能はあくまでも野球で生きるものであって、バスケで生きるかどうかは全く話が別の話っていうことになるわけですよね。だからバスケをやることで将棋やね、逆に野球を伸ばすってことはできない。もし本当に野球を伸ばしたいんだったら、やっぱり野球と向き合う時間っていうのをたくさん増やしていくしかないということです。これが専門は特殊っていうことですね。で、まあ、今回の動画でですね、まあ、お伝えしたかったことっていうのは、まずはもし自分があんまたくさんのことができなかったとして、ね、いろんなことができない、まあ、普通もしくは普通以下だったとしても、基本気にする必要がないっていうことです。まずそれが一つ、お伝えしたかったことですね。自分はこれがあんまりね上手じゃない、これがあんまり上手じゃない、これもあんまり上手じゃないっていうのが、まあ、10個あっても100個あってもたとしても、まあ、全然ね、関係ないということです。少なくても夢実現とか成功っていう意味では関係がないということです。なんでかって言ったら、苦手なもので人の役に立ち社会に貢献するわけじゃないからということですよね。だからできないことは10あっても100あっても全然気にする必要がないと、っていうのが、まず今回の動画でお伝えしたかったことの一つということです。次に2番目としては、もし仮に自分が専門家だとっていうことであれば、何かこの分野に関しては明らかに自分はね、知識がある、技能が高い、もしくは何らか結果出してきた実績があるというのであれば、それは自信を持っていいということですよね。自信を持っていいということです。もうそれはもうね、完全にこうね、自信を持ってリーダーシップを発揮していいということです。仮にね、まあいろんな人がね、まあ100人、1000人、1万人いろんな人が言ってきたとしても、全部気にする必要がないということです。まあ明らかに専門家1人の方が素人100人、1000人、1万人よりも真実に近いところにいます。それをまあね、真に受けてね、いや人はどんな人からでも学ぶことができるからって言って、どんな人の意見も取り入れようとすると、うまくいってたものがうまくいかなくなるということが起きるということです。
ですよね。だから専門分野に関しては自信を持っていいということです。ただし自分が専門分野で自信があるっていうのは他のことができるようになるってわけじゃないってことですよ。だから万能感を持ってはいけないということです。あくまでも専門分野に関しては自信を持って、その分野、それ以外の分野に関しては謙虚であるべきだっていうことなんですね。だってできないわけですから、また挑戦したとしてもうまくいかないと、ということです。万能感を持っちゃいけないということです。ただ専門分野に関しては自信を持って、やり続ければいいということですね。まあ、そうするとやっぱりね、専門は特殊っていうことを考えると、少なくても専門分野に関してはもうね、必然的に孤独っていうのはもうこれ避けることができないということです。その人が専門家になればなるだけ、専門家になればなるだけ、まあ、世界は狭くなるし道は細くなっていくわけですよ。ものすごく狭い世界でものすごくね、細い道を通っていかないといけないということですよね。まあ、例えば、まあ、学問の世界でね、まあ、例えば経済学とか、まあ、学問の世界でノーベル賞っていうのがあったりしますよね。ノーベル経済学賞とかあったりしますけど、あのノーベル賞の、まあ、論文とかで、ね、一生懸命本人がなんかノーベル賞を受賞するかのような、まあ、そういったすごいね対策の論文を書くことができたとして、それじゃあ世界の中で他に何人の人が読むことができるかって言ったら、まあ、数人なんですよね。で全世界78億人の中で、これはノーベル賞級の、ね、その考え方だっていうことで、その論文を読むことができる人っていうのは78億人の中で数人とかなんですよ。で数人の人が、いやこれはね今までのね学説からするとはるかになんか世界に対して大きなねその知識的な貢献があったとっていうのを判断できる人っていうのは78億人の中の数人なんですよね。だからノーベル賞って数人単位で結局判断して、まあ、審査してるっていうことなんですよ。まあ、それぐらい狭いっていうことなんです、専門を極めるっていうことは。だからどうしても必然的にもう孤独っていうのは避けることができない。自分の専門分野、知識、技能、経験っていうのが高まれば高まるだけ世界はどんどん狭くなっていくし道は細くなっていくと。だから自分にアドバイスできる人っていうのはどんどん少なくなっていくし、自分の話の本質的な深いところまで理解してくれる人っていうのはどんどん少なくなっていくんですね。その人が専門を極めれば極めるだけ。だから、まあ、孤独っていうのは避けられない。逆に言えば孤独を感じてるとしたならば、その人は専門家としての道を歩いてるっていう言い方もできるということです。だからその人間関係の豊かさとか、ね、その人生の広がりみたいなのは専門分野以外で作っていくしかないっていうことなんですよ。例えば家族とかね、例えばその夫婦パートナーシップだとか子供たちとか、まあ、そういう家族とかそういう、こう専門分野以外のところで人間関係の広がりとか豊かさとかね、もしくはもう完全に趣味ですね、趣味、仕事とかっていうのは、まあ、基本的にお客様からお金をいただいてやるものが仕事ですよね。それに対して趣味っていうのは自分のお金を使うわけですから、ね、自分のお金を使う場合は趣味っていうことになるわけですけど、趣味の分野でもうね、なんかね、友達とか友人とかコミュニティに参加するとか、っていうことで、まあ、人間関係の広がりとか豊かさっていうのは実現するかもしれないですけれども、専門分野では、まあ、人間関係はどんどん狭くなるということですよね。理解してもらえないし、理解される人も、ね、理解できる人もどんどん、少なくなっていくと。だ自分にアドバイスできる人も減っていくし、逆に自分の話の本当に深いところを理解してくれる人もどんどん減っていくということですよね。それでも、ね、道を極め続けようとするならば、世界が狭くなっていくこと、そして道は細くなっていくこと、っていうのはもうこれはね、その専門家として生きるという覚悟を決めた以上は、まあ、受け入れなければならないということですよね。まあ、こういったことが、まあ、今回はお伝えしたかったということになります。はい、なので、まあ、専門は特殊ということで、ね、結局、まあね、どんどん、まあ、世界が狭くなり道は細くなっていったとしても、やっぱりその人じゃなければ解決できない、そしてその人じゃなければ提供できない価値っていうのがだんだん、まあ、出てくるわけですよね。他の人でもみんな、ね、できるっていうことはやっぱり、希少価値が少ないわけですよ、ね、これはもうね100人中100人誰でもできるというようなことっていうのは当然希少価値がないので、まあ、大きな、ね、価値っていうのを社会に提供することはできないわけですけど、その人が専門家であればあるだけ結局その人じゃなければ提供できない価値っていうのが、まあ、生まれてくるわけですよね。だから結局、まあ、そういう意味で希少価値が高いので、専門家っていうのは、まあね、そういう意味で社会にはすごく大きな価値を提供しうる人でもあるということです。ただその専門は特殊なので、ね、いや自分のなんか、ね、専門分野っていうのがね、まあ、あんまりこう
伸びが鈍化してるっていうかね、どんどん伸びていってる実感がないとした時に、ね、いやこれをやったらね自分の専門分野に生きるんじゃないかとか、これをやったら専門分野に生きるんじゃないかということで、まあ、例えば将棋の棋士がね囲碁やったりね麻雀やったりね競馬やったりとかいろんなことをやったらね、それで将棋が強くなるってことはないということです。もう趣味として気分転換として割り切ってやるんだったら全然いいと思うんですけど、将棋の棋士が強くなる唯一の方法はやっぱり将棋に打ち込む時間を増やすということしかないんですよね。それと一緒で自分の専門分野が何だったとしても、その専門分野を伸ばすために他の分野をやるっていうのははっきり言ったら違うということです。専門は特殊なので他の分野は応用は効かないということです。あくまでも専門分野を極めたいんだったらやっぱ専門分野をやり続ける必要があるということですよね。そうやってどんどんまあね、細い道を入っていくわけですけど、その人が細い道を入っていけば行くだけ、その人じゃなければ提供できない価値っていうのがだんだん出てくるので、結果的には社会に大きな価値を提供することができるようになるというのが今回のお話になります。はい、もし今回のお話がですね何らか役に立ったとか分かりやすかったということであれば、高評価そしてチャンネル登録メルマガ登録をしていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。